今日はマクド対マック大阪のマクド対東京のマック対決をします。えな、それ1個食べれる？大丈夫、うん、1個2個、うん、本当にすごいね。だって食べるかなりカロリー高いんじゃない？高いよこれ絶対。レミとチナはほらこれ半分にしたからね。こっちが東京みたいだよ、こっちが大阪。ビーフカツバーガーだって大阪の。じゃあこっち食べれます。今早速食べるの？どっちが美味しいか対決だからね。あ、食べ比べで食べ比べ。何そういうキャンペーン、何なの？期間限定でなんか食べ比べがあるみたい。こっちがいるわ。じゃあこっちから行く。いや、えな、それ2つ食べたらすんげえよ、マシ。カロリー高いよ。甘いの、美味しいよ。じゃあ、パン、東京から、うん。ビーフ。品合わせどっち？大阪で。大阪。これ何だったっけ？東京、なんだっけ、ローストビーフだっけ、うん、ローストビーフバーガーだっけか。ビーフの味がすごい。うん。っていうか、大阪はマクドって言うんだもんね。マックのこと。全然今気づいた。マック？あれ、マクドってでも言う、マクドって大阪でも言う人いるでしょ。なんいるいだよと。東京ではマックだけど大阪はマクドって言うみたいだよ。じゃあその大阪はやいや、たま食べてないよ。あ、ほんと全部はお腹いっぱいになって大阪の方食べるのだったら大変でしょ。そうだ、なんか辛い辛い、うん、それどっちだっけ、それ東京のやつだっけ。どうぞ。うん、あれ、ちなもいいの？食べたの？はい、じゃあ後で聞くからね、どっちが美味しかったか。えなは部活やってきて疲れてるから結構食べるんじゃない、うん、ね。でっかいポテト。悩む。どっちも美味しいでも。うん、なんだ。じゃあ後で。これ両方買って。食べ比べてくださいみたいな感じで売ってるってこと。うん、そう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 、食べ比べみたいな感じで。さあ、どっちが勝つか。普通にほらナゲットとかも食べてる芋もポテトもね。レミ、そ、今大阪だね、それ。うん、今大阪食べてる。今大阪からもう結構東京のやつも食べちゃったレミ。お前、大阪ってどこにあるかその辺分かんないでしょ。分かんない、ベニ。東京は行ってるから分かるけど。横手が隣？東京に遊園地あるんでしょ？うん、大阪にもあるよ、大阪に。何？ USJ ある。うん、USJ あるよ。USJ だって有名でしょ。行ってみたいけどね。ほら、大阪の USJ に行けばミニオンとかいるんじゃないの？ミニオン？うん、ミニオンズ。うん。いるみたいだよ。おっさんは？ハリーポッターとか。わかる？ハリーポッター。わかる。もうちょっと遠い、ね、遠いんだよね。東京からもっと遠いんだよ、大阪は。だからね、行けないよね、行きたいけど。ウータンいる？え？ウータン。ウータン？うん。ウータンもいないでしょ。ウータン。ウータンは東京でしょ。東京で見たい。東京だってそんなこと近くねえの、遠いんだよ近いよ、近いよ、ちなとっては近い。新幹線が出てるから近く感じるよね、でも東京は。どっちが美味しかったというと、待って待って待って、食べれないとかやな、もしかして。そう、食べれないんじゃないの？大丈夫？ゆっくり食べてんの？いや、無理しなくていいんだからね。ママ食べるよ、食べれなかったら。美味しいからゆっくり食べてる。もう決まったの？うん、どっちが。まだ食べないでね。うん、もう取って。これ東京とか大阪行けばこれが売ってるとかそういうわけじゃないでしょ。うん、違う、今期間限定で。なるほど、東京は完食しました。おう、はい、パパさん東京なのかな。東京は完食です。はい、ビーフカツ対ローストビーフ。いや、うわ、もうだいぶ決まった感じが。うん、決まった？大丈夫。あ、本当？みんな同じだったりしてね、ドキドキだね。まあ、本当に面白い。うん、あるね。みんな同じだったら、iPhone が大阪で、はい、iPhone が東京。そうです、うん、はい。ねパパ、はい、レミいつもさ、うん、あれ
あれ、ゼミにいつも口についてるよって言ってるくせにさ、パパもいっぱい口についてるよ。確かに、そうだ。ヒゲになっちゃうわ。早見すぎる。申し訳ありません。知らない。落ちてたのも不利ながら、その本当されなきゃいけない。本当ついてたね、レミね。いつも慣れだもんね。喋られるもんね、レミね。お、完食した。はい、はい、あとエナマチ。もうみんな決まったみたいだし。いや、エナも決まったんだったらもう喋ってもいいし。いや、喋んなくていいし。ゆっくりかね。お腹いっぱいなんだったらもう。うん、無理しなくていいんだからね。でもこれ2つだったらきっとお腹いっぱいになるんじゃないの。うん、2つも食べたって、まあ、この部活の帰りだからさ、うん、まあそれもあるけどさ、うん、まあ、なこっちは完食、うん、まだある本当は、うん、うまいミルクどんだけ牛乳好きなんだ。中に入っちゃったんだ。え、中に入っちゃった。たまにあるよ、パパもそういうの。なんで東京がこれで大阪がこれなのか分かんないけど、じゃあ5人の意見ってことでだいぶこう信憑性が高いんじゃないかなっていう、でも5人の中で1人が、うん、いや、みんながみんなだからほらこれがこっちの方があれだっていうのはないから。でもパパも決まってます。理由までも決まってる。本当に、うん、理由まで考えないとダメ。いや、考えなくていいけど。単純に美味しいがまずい。なんで美味しいか。あ、美味しいがまずいじゃない。どっちが美味しいかで。美味しいかってこと。うん。ないつも何食べてるっけ、マック。ソロ出てきた。ソロ出てきたら意味ねえだろ。意味ねえだろ。まあいいや、もういいだろ。もうそれやんなくてよ。まあ絞り出したや、もうこうなったら牛乳だし。あれ、何だったっけ、いつもたあの食べる一番食べてるマック。面白い。なんだっけ、お手頃マックのなんだか出るんだよ、確か。なんだけか、そのいつも食べてるマックに比べて動画っていうのも言えばいいんじゃない。レミはいつも何食べてたっけ。んマック何食べてたっけ。チーズバーガー。チーズバーガーが、うん、チナモン、ハッピーセットのチーズバーガーだもん、ね。じゃあほら、東京か大阪どっちが美味しいって言うでしょ。美味しいって言った後に、じゃあその、うんうん、いつも食べてるものと一番好きなマックと比べて、うん、どっちが美味しいかみたいな。わけ言えばいいの。え、わけ、うん、わけを言ってから。じゃあまあいや、後で質問するから。いや、パパも食べたので。めっちゃ悩む。あ、大阪、うん、そうか。東京も美味しんだけど、めっちゃ大阪も美味しい。食べましたね。そしてな、えな、すごい食欲ですね、うん。ナゲットもポ、あ、ほんま、ちな、あ、すげえ。ちなはポテトはね、食べるんだね、いつも、うん。さあ、というわけで、ほら、レミ、ちな、えな、ほら、ほら、ちゃんとその食べたあれ、ほら、ね、畳んでるよ、ほら、すごくない？お前たちはガチャガチャにしてママには渡したけど、うん、そこだって全然畳んでないじゃん。いやいや、まあ、そうだね。さて、食ったね。2個はやっぱ多いな。でも完食した、すげえな。ママ、あの半分でも多かったのに。代謝いいから、子供たちはいっぺ食べれるの、成長期。そうだ、よし、完食したってことで始めますか。じゃあ、はい、じゃん。はい、じゃあだ、せーのでいくよ。絶対みんな喋ってね。はい、いきますよ。大阪か東京だからね、喋るんだよ。大阪か東京、どっちかだよ。絶対みんな喋ってよ。いくよ、パパ。じゃあせーのでいくから、はい、せーの。大阪シナ、何、不正やん。不正っていうか、なんかみんな喋ってから喋ってるやん。まあいいや。でも大阪、みんな大阪。シナは大阪ってみんな喋った後に大阪っつった。大阪、みんな喋った後に東京って言った。なんで本当に東京、シナ。
じゃあちな、なんで東京のだったんですか。うん、なんで東京のが欲しかった。大阪ね、辛かったから。大阪が辛かった。どっちも辛かったよ。辛かったんだ。まあいいや、それ個人の意見だから、うん、はい。じゃあいつも食べてるマックと東京の、今日食べた東京のマック、どっち美味しいですか。トゥルンテチーズ。ああいつも食べてる方、うん、はい。じゃあレミ、なぜ大阪か。トンカツが、うん、トンカツじゃねえだろ。ビーフカツね、うん、ビーフカツだよ。カツだよ。ビーフカツが、うんうんうん、美味しかったから。うん、で逆に東京はどうだったの。東京はね、うん、簡単に考えて大阪の方より辛かった、うんうん、辛かったんだ、うん、じゃあいいの、はいはい、なぜ大阪、あでレミ、うん、食べた大阪のとチーズバンがどっち美味しい、どっち好き、うん、今日大阪が、あ、じゃあマックで一番好きなのは今日食べた大阪のマック、大阪がビーフカツバーガー、うん、ってことになるってことですか、はい。じゃあエナはなんで大阪を選んだのか、まず、パン生地がなんか、うん、あのなんか、あ、パン生地も違ったのこれ、あ、そこまでは、あああああああ、そういう感じしたかもしれない、うん、あとは終わり、終わり。味は美味しかった。パン生地あのカツも美味しかったよ、うん。東京はどうだったの。そのパンパン生地で決まったってこと。そうかも、ね、それも決まったけど、ママもそれ思った。それ、え、何を、それ以外ない、パン生地だけで決まったってこと。まあそうかも。ああでもいつも食べてる方が美味しい。いや、ああなるほど、はい。まあ大阪だったってことで、はい。なぜ大阪なんですか。ママも何言われたかも。大阪のパンの方が美味しかった、うん、あと、うん、東京の方はちょっと辛い、やっぱり子供にはちょっと辛いなとは思う、はいはい。大阪の方はね、チーズもとろけて 甘い感じで、ママ甘いの好きだからね、うん、甘い感じで美味しかった。はいはい、うん、いつも何だっけ、食べてるの。いつも甘い照り焼きバーガー食べてるけどね。いや、で大阪のあっちの方がうまいかも、照り焼きバーガー。だから私なんですけど、なぜ大阪を選んだかというと、まず東京の方がね、しょっぱい。あ？ベーコンじゃねえ、あ、ベーコンじゃねえ、なんかハムみたいなやつが、ロースト、あ、ローストビーフ、あれがしょっぱかったのかな。で大阪の方はね、こうなんていうか、肉質がすごいいい感じ。柔らかい。柔らかいし、あとちょっととろける感もあってってことで、した。昔一番よく食べてたのが、なんかチキンのやつ。チキンカツバーガーだ。チキンカツじゃねえ、チキンタツか。チキンタツだよ。今売ってないよな、あれ確か。売ってないかもね。ね、あれ一番好きだったのに売ってない。あれチキンタツだっていうのがあったんだよ前。あ、それが一番好きなんだけど、それにはかなわねえなやっぱり。ってことで、いや今売ってるのでいけばフィレオフィッシュが。ああ。泳ぐ食べるけど。フィッシュ。魚のやつ。あるじゃん。知らない。うん、まあそれと同じぐらいというわけで、まあ大阪のこれは、あの、確かにうまい大阪、ね、ずっと置いててもらいたい、うん、これずっと置いてるわけじゃん、期間限定だな、期間限定だよというわけで、で東京と大阪、大阪に軍配が上がったということで、はい、大阪万歳、はい、東京ごめんというね、うん、大阪行ったことないけど、うん、ないね、東京何回か行ってるけど東京負けちゃったってことで、まあ、ちなわさん悲しいでしょ。だって歌見たい、東京で。スカイツリーでしょ、スカイツリー好きだから。ウータンいるの、東京にも。ウータンといえばエナだよ、知ってた。え、エナもうウータン忘れただろ、ね、ウータンってあれパパビデオで何回も撮ってたんだよ、うん、ウータンを見てってはしゃいでるロゴね、歌って歌ってたの。お前たち歌見ない、見てないよな。見てるよ。あ、見てるんだが。あ、デザートも残ってたよ。食べれる。ブラックサンダーのアイス。アイス。何だ。ブラックフルーリー。あのほら、ブラックサンダーあるじゃん。お前どうやって食べるんだ。みっともないな。だって出ないんだもん。
で、何で食べるんだよ、これ。え、スプーンも食べない。あ、美味しそうだな。パパにはアイスないんだよね。はい、まあいいけど、うん、はい、あ、もう食べないわよね、はい、やだ。大阪バンザーイ、大阪バンザーイ、東京バンザーイ、東京バンザーイ、はい、今度です。バイバイ。じゃあ今度は青森対秋田とか、青森対岩手とかね、あの林県対決的なものやってほしい、ね、やってほしい。青森といえば、青森といえばニンニクなんだよ、私の中では。この間、青森といえばリンゴでしょ。いや、パパはニンニクなんですよ。ニンニク、どこの町が有名なの。タッコ町、青森のニンニクも日本一だって知ってました。私は違う、青森といえば丸かい。そうです。あ、そうでした。お前すごい。私もそう思います。はい。お前すごいです。はい。青森といえばそうなんですよ。全国から結構、全国でも有名で、来るんだよ。うん、結構。青森といえば丸貝でした。すいません、本当に。申し訳ないです。はい。ね、青森といえば、リンゴ。青森といえば、ロコムンガうん、お前一番、お前一番だ、はい、お前一番素晴らしいと思う、はい、リンゴでもニンニクでもなかった、それでした。